すすいません、です日付の方は4月のもう7日になっていますかね、えー、6の深夜的な扱いの7日早朝と言っていいんでしょうか深夜でいいでしょうそんなタイミングですえー、っとだらだらしようかと思ったんですけどハロりが始まりましたねそれを拝見していてこれいろいろ調べて言うよりも今見て そこ行っっったた方がいいなと思ったので撮っております本日はハラ「ハロドリ」についてお届けしていきましょうお付き合いくださいさあこれねあの拝見していて最初に思ったのはまあ懐かしい感じの番組進行構成ですよねじゃあ何が懐かしいかっていうところを3つにどんとおまとめしましたのでお届けしてまいりましょうまず1つ目この「ミツバチマキ」 前回始まった「タイニータイニー」の時にちょっと丸くなってきてキャラが合わなくなってきてんじゃないかみたいなことを私、えー、とも申し上げてしまったんですけれども少し生このための何ていうか温度差なんですかね噛みついてるミツバチ巻き見ることができて <laughs> これはあ懐かしいの来たなと。 いうようよな感じしましたまだまだ丸くはございませんでしたということですね。まあ顕著に見れたところっていうのかなミツバチマキさんが研修生にあの集めて喋っていたところで、えー、とまあこれは何てか縦社会であるというか構造を上から見た時のどのポジションなんだよっていうのを説明する時だったと思うんですけどハローの衣装についてそして体お前らの体というのが。 衣装プラスアルファなんだよみたたたいいな指導していたシーンがあったんですね。で、ハローの衣装は比較的小さめだからあの体きれいに保っとかなきゃダメだよ」ってあの言い方いいなと思いましたなんか何にも余計なこと言わずにそれが一番あ分かるって子供じゃねえんだけど俺が研修生だったとしても分かるやつなさすがさすが先生と思いました。 まあまあまあこれが三ツ橋巻き橋に一つね。であと上野真理子さんね。上野真理子先生。これね、あの、この人も年々なんか研修生の実力診断とかではマイルドになってきてるなぁなんて思ったのもあったんですけど、やっぱりでもそれは研修生の実力ある人、研修生レベルが上がっていて、実力ある人に向ける声なんだろうなっていうところが、まあ、このハロードリーでも確認取れました。まあどうしてかというと、ちょっとした、あの、 練習の風景、最初冒頭ですよね「元気ない」って「元気出てやんないと」っていうこの基本大人も怖いですよね元気とか挨拶っていう基本を忘れますからハッとなんか自分に言われてるような気持ちでハッとなった感じですさすがもう先生と呼ばれる方々はこういったところをあの指摘的確でその後しっかり治ります。ななので皆までま言わわくても誰も誰がかる あの「元気でやろうぜ」とかあのあ「衣装ちっちゃめだから <laughs> 体きれいに」とかこういうのがね僕は歌唱指導とかどうこうっていうんじゃなくてあ分かりやすくていいななんてそんなこと思いましたなのでちょっと怖い中なんだけども非常に経験と実力を兼ねた未来のハローのメンバーになるためのそんな扉開ける怖さ両方みたいなのを楽しめたのが1点目ですあそれでは2点目いきましょう えっとね、その中でもどういうふうな懐かしさというところで,で思ったかというとまあさらしげえですか斎藤まどかさんがこの渋谷ひなさんと一緒に呼び出され、えー、渋谷ひなさんが研修者北海道ですよね。それで結構なキャリア積みつつある斎、うん、藤まどかを「お前できてねえけどどういうつもりなん?」みたいに行くっていう。 でもこれねあの、吊るし上げられてるように、晒しされてるように見えるでしょ。こういう子、ほぼほぼデビューしてますよ。新沼きそらさんとか思い出してください。ね。あのいいポジション取ります。なので、僕はこれ見たときに、あこの子デビュー近いんだなと思いました。<laughs> ね。そういう感じです、うん。あと、まあ、個人的に言ってたら、もう米村キララかな。 なんかもう途中で何ですか半袖のもうジャージま,まくってるところじゃなくて半ズボンみたいになってるシーンがあったんですけど動くために余計なもんそ、うん、ぎ落としてるなんつうかもうミツバチ先生の指摘通りもう小さめの衣装を自分で用意してる自分から自分でリーチかかってることを証明してくって感じですよねキララやっっぱいいっすね あのこの中では、まあ、次元が違ってのあるかもしれないけど今研修生ってね言ってなくてもいいだけの実力もありますからね発言でも生きてました後半のところかな、えー、とキララがなんか何だっけ3月の15日の中止になった時に山田一ちははんか私よりお客さんの方が悔しいんじゃないかとかなんかもう何て言うんですかフロント入りした人の <laughs> 意見だったんですけどあのキララに関しては。 なんかこの悔しさをどこにぶつけたらいいかわからないっていう発言をしてたんですよ。でこ、これ、これですよね。なんかキララ揃ってんすよね、もう。なんかちょっとお、おおお、できすぎてんなって。今のハローメンでもこれ言える子い,いねえな。いないわけじゃないけど、少ねえなって思いましたね。まあ、ここっすかね。大きで、3つ目か。3つ目で言うと、まあ、謎の福ちゃんの圧。 <laughs> ちゃん圧でスタートするんですけど謎圧でスタートしてそれで小田加賀岸門リコリコがなんか途中からしてんのみたいに出てきて研修生に圧かけていくっていうこれこのやり方はもし今までのな中で言ったらちょっと現役のハローメン好きな人たちも面白かったりして今の研修生ってともすれば何年か前の研修生より少し人気が落ちていたりまあなんていうんですかね技術面でも 正,正直そんなにここの何年かでででははてる木なないっちゃないゃんですよだ,だけどそこちゃんと分かっていて何て言うんですかネット甲子園のような <laughs> 番組仕立てと申しますかんそこに少しプロ野球じゃできないプロの指導が入ってくっていうようなプロの目が入ってくというようなそういうような作りなのかなって感じました。 なんか過去の中で、えー、やっていたテレビ東京のこの枠深夜帯月曜深夜帯の枠なんていうところで言ったら久々に面白い感じ、うん、他のやつもなんつうのなんかや,やり場のないテーマはいいんだけど今までのやつねテーマはいいんだけどやり場のないなんか使えてない加減とかテーマ自体も伝えられてない加減っていうのあったんですよ。 でそういうのを一気に排除して基本に戻ったその朝やんでオーディション番組から「モーニング娘。」出したというような感じですよ。ハローがもともとどういうふうなスタイルで今の「モーニング娘。」とかそういう物語を築いてきたかといったらもうここに原点ここに答えがあります。一緒にオーディションから育ててきた感 まあ、研修生ですからオーディションからってわけではちないんで違うんですけど厳密にはねでも僕はこの研修生っていうのを先日そうですあの卒業していきました拳、えー、ファクトリーの面々ですよねその人たち、まあ、特に浜ちゃんとかどうだったかっていうふうに考えたらやはり研修生をブランドにしていった一気の子たちだと思うんですよ でそこの原点というのを拳が解散ということで失っったたとといいいいいう言い方ももしてもいいタイミングだったんだん思いますそのために少しこのエンターテインメント性をしっかせっかく力入れたハロプロが研修生にもう一度そこにスポットを当ててなあ技術の叩き込み方歌唱力の足りない人は誰なのかそれをさらしていく。 そしてパワーバランスというところあと曲への挑戦の物語ですよね、まあ、あの予告で今度4曲だったかな3月15日の研修生発表会でやるはずだったのを無観客というよりさっきの,その四天王的なさらし <laughs> 観客とか審査員とかよく分かんないですけどとにかく小高が騎岸門リコリコに見させそれで形っていうのを見てこう整えていこうってことだと思います。 でこれはメッセージとして僕はすごくハローないし全体像これどこまで決まってたのか分かんないんですけど、まあ、今のこの現場無観客もしくはコンサート自粛ではなくもうやれないというのが2020年4月の7日からどうしてもゴールデンウィーク中までは事実上決定なもんですからその中で楽しませていくっていう意味ではテレビ的には久々にいい番組始まってくれたなっていうふうに思いました。 まあこの研修生についての話,話であったり個々の魅力のある子たちっていう話はまた改めて動画を撮ってみたいと思っておりますじゃあ今日はもうハロードリこのスタートというところで興奮冷めやらぬ深夜というものでございましたからお話ダ,ダダダとさせていただきましたやっぱり僕はでも米村ららちゃん,うんどうしても注目度高いなっていうのは当たり前のこと言って,て申し訳ないけど改めて確認した気がします じじゃあ今日はそんな感じです、えーと。深夜で見る方も月あごめんなさい火曜日の朝方見る方もそのあとで見る方ももしハロドリーを見られるんであればこんな話も参考にしながら耳ちょっと入れながら国をこんなこと言ったなんての、えー、巻き戻したり再生したり忘れたりしながら <laughs> 見てみてはいかがでしょうかそんな感じでしたまたお会いしましょうじゃあね